ちょっと休憩だな。引谷くん、相談忘れてないよね。おお、ま、俺たちも嵐山行くし、その時に。夕食入らなくなるわよ。あれどうしよう、雪乃。少しだけね。あなたも手伝いなさい。まあ食べられるけど。あ、じゃあ。悪くない、働かずに食べるご飯って超うまい。すごいねここ。それに足元、ここだ、ここがいいよ多分。何が、トベが勝負すんならここか。俺と遊んだりしなくなるんだろうな。そんなことねえから。いや、なんでもない。なんだよ。頑張れって言おうと思ったけど、顔見たら勇気がうせ。やけに非協力的だな。そうかな。そうだろ。トベもヒナもみんなでいる時間も結構好きなんだ。だからそれで壊れるくらいなら失ったものは戻らない。そんな上っ面の関係で楽しくやろって方がおかしい。何度か諦めるようには言ったんだ。今のヒナが心を開くとは思えないから。それはお前の都合でしかない。なら君はどうなんだ。君ならどうする。俺の話なんて本当にどうでもいい話で、本当にどうしようもない話だ。君にだけは頼りたくなかったのにな。お互い様だよ、バカ。トベ、引谷くん、やべえわ、今の俺かなり来てるわ。海老名さん来ちゃうだろ。そりゃ諦めらんないっしょ。俺さ、こういう適当な、やっぱ引谷くんいいやつじゃん。ちげえよバカ。このままだとトベは振られる。そうかもしれないわね。まあ、あなたに任せるわ。まず間違いなくトベは振られる。トベ自身には多少の覚悟はあるだろう。だから彼女はあんな依頼を出してきたのだ。だから彼はトベを振られないようにし、かつ彼らのグループの関係性を保ち、海老名さんとも仲いいままにしておく。あのさ、俺ずっと前から好きでした。俺と付き合ってください。誰に告白されても付き合う気はないよ。だとよ。引谷くん、それはないでしょう。今はこの関係を楽しんでおくのもいいんじゃないか。まあそうね、言うてけ。ほらほら、すまない。はあ、あなたのやり方嫌いだわ。ユキノ、ユキノ、いや、あの作戦はダメだったね。確かに驚いたし。なわけないだろう。だよね。こういうのもうなしね。俺が一番効率が良かった。現状維持がいいってやつもいて、みんなに都合よくはできないだろ。言っている。トベッチも振られてないし、男子もなんか仲良さげで、人の気持ちもっと考えてよ。ああいうのやだ。俺言っておこうと思って。別に言わなくていい。相談されたことについちゃ解決して。これは葉山にも相談していたのだろう。だから葉山は悩み、ああいう中途半端な態度を。無理無理、だって今の私が誰かと付き合ったってうまくいきっこないもん。ならしょうがないな。そう、しょうがない。冗談でもやめてくれ。あんまり適当なこと言われるとうっかり。奇遇だな、俺も自分のそういうところが嫌いじゃない。私だってこういうの久しぶりだから、なくすのは惜しいなって。今いる場所が大事だから、失いたくないから隠して。おはよう。おはよう。おう、おはよう。おう、ん、
んでさ、駅前のクレープ屋さんがね、超美味しいんだよ。その、みんな。そうだな。見てる限りじゃ何ともなさそうだったな。何考えてるのかよく分かんなくなっちゃった。またまた。まあ、あんまり気にしてもあれだ。俺たちも普通にしてやるのが一番じゃねえの。それがあなたにとっての普通なのね。そのユキノ、あのさ何かあったのかね。いや何も。それより何か用ですか。ああ、イロハちゃん。ユイ先輩こんにちは。イヤハラ。生徒会長選挙の候補者。はい、一色さんは生徒会長に立候補してるんだけど、そのなんて言うのかな。ならなぜ立候補を。私が自分で立候補したんじゃなくて。いたずらにしても随分手が込んでますね。立候補には30人以上の推薦人が。というかそれしかないだろ。ただ立候補が一色さんだけだから。応援演説をやるやつは決まってるのか。いえ。なら簡単で手っ取り早い。要は一色が原因で落選したわけじゃないってことをみんなが分かってりゃいい。そういうのやだな。それはできるやつがやればいいんじゃねえの。確実性がないからよ。それに不信任になるようなひどい演説は生徒会への関心が低いのだから。票数を公開せず結果だけ出したって他の候補を擁立して選挙で勝つしか方法はないでしょうね。やってくれそうな人に当たってみれば。すぐに結論は出なそうだな。今のところ勝敗はどうなっていますか。勝敗って。まあ協力してことに当たる場合が多かったからな。みんなよくやってる感じだな。単純な結果だけを評価するのであれば引き換えが一歩回さる。つまり勝負はまだついてないと。そういうことになる。なら同じやり方を取る必要はないということよ。まあそうだな。自由参加で良いかと。まだ妥当なところか。慣れ合いなんて私もあなたも一番嫌うものだったのにね。君は優しいからな。救われた人間だって少なくない。とてもそうは思いませんけどね。その分叱りもするからな。ありがとうございました。おや、珍しい顔だ。別に逃げることないじゃない。失礼だな。おい、なんか面白い話して。その超嫌そうなリアクション。それで少しは進展があったのかね。ほう、修学旅行あったんじゃないの。顔を合わせたくなかったんでしょ。なのにお土産は買っていくのか。一義でも、もう大きな行事もなくなるし、あとは受験に集中って感じかな。巡りもようやく引退だね。どうせ巡りのことだから。それが何か。ん？いや、私はやらなかったからさ。あれ、引き換えよ。うわ、超熱いんだけど。レアキャラじゃない。あれ、引き換えって総武校なの。彼女さん。いや。だよね、絶対ないと思った。中学の同級生です。織本香織です。ふーん、私で引き換えくんの何なの。いや、俺に聞かれても。普通に学校の先輩ってことでいいんじゃないですか。釣れないな。そういえば、私引き換えに告られたりしたんですよ。うっそ。話したことはある。メールだってした。お情けでも哀れみでも交換してもらった。へー、引き換えくんが告白ね。まあ昔のことなんだ。だよね。マジ？ほら、チカ、葉山くん紹介してもらえるかもよ。あ、ハヤト、今すぐ来れる？っていうか来て。場所は駅近の動画。あんた何して。やばー、かっこよかった。なぜ彼までここに。関係なさそうだけど。そんなことないよ。うん、いい感じに時間も潰れた。じゃ、私はもう行くね。何もしないんだ。好きなものを構いすぎて殺すか、